皆さんアロハーという形でまたハワイにやってまいります。これが4回目のハワイという形でね、4回、3回仕事で、1回奥さんと新婚旅行に来て焼けまくったんだよね、これね。君何回目だったかね。6回目。それも美味しいやね。美味しいよ ね。いいやね。ということで、7月19日にですね、ライオンサッカー選手はあのリング上でついに引退宣言を、ね、発表してしまいましたんで、はい、これが最後のファンの集いということになりますよね。まあ、とりあえずあの、まあ、レスラーライオネス・アスカとしては最後ということで、ね、今度は芸能界でまた新しい新たなファンの集いをまあできるということで、やれたらなと思ってますね、はい、皆さんよろしくお願いします。というにファンの皆さんにかかっております。ということで今回ちょっと盛り上がってね、はい、頑張りたいと思います、はいはい、それではファンのみんな乗ってるかー、イエーイ。ノーは日本語で、あれはいいえだよついてこれないだろみんなということで今日は皆さん盛り上がっていきましょうね。それでは今日はこのファンの集いの模様を皆さんにご覧いただきたいと思います。ほとんどがジャイアントスイングの意識ですからね。やつの周りを見るんですか。転んでます。おいしいです、おいしいです。はい、こういうこと先見よう笑かしてくれます。おすごい、これはいい、これはおいしい、これはおいしいぞ、これは美味しい、これはいいぞ、いやー美味しいな、おい、いいぞいいぞ、いや海の上は気持ちいいね。足にあのホノルルのねホテルが見えまして、そして夕日も見えたりなんかしてね。すごいですね。最高ね。こういうの初めて、サンセットクルーズっていうのは初めてです。初めて。どうかね。やっぱこう好きな人と一緒に行きたいなみたいな。悪かったな、コーチはアナウンサーで。だからこっち向いてるから勝手に喋ってる。バカなこと言ってる。まああの今回はね。最後のファンの集いということで、はい、本当にみんな盛り上がってましたが、そうですね。でもあの歌を歌ってる時なんかね、あのちょっと悲しい歌になってくるとファンの子は涙流したりなんかして、うん、あ本当に最後なのかなって僕は気がしたんですが、アスカ自身は、ねうん、なんかねやっぱりまだまだっていう気持ちが自分の中にあるから、ファンの最後のツアーっていうんだけどみんな楽しもうよっていう感じでやってたんですけどね、うん、やっぱみんなの涙を見ちゃうと、うん、なんかうっとつまるもんがあって、やっぱりでもここで遊びにはいかんなと思って我慢しましたよ。引退を決意した理由というのを改めて聞きたいです。そうですね、やっぱりあの下の子たちもねすごい頑張ってきてるんですけど、うん、やっぱりなんていうのかな、レスラーってさ、うん、強い自分と互角に入られる相手とやれるからこそ、うん、なんかその醍醐味があるというかあるでしょ、うん、ただやっぱり今の状態でいくとなんていうのかな、やっぱりキャリアの差もあるし、うん、そういった部分でこう自分自身 100% 発揮しきれないという、うん、そういう状態の中で続けていてもやっぱり下の子たちのためにも良くないだろうし、うん、自分のためにももっと良くないしっていうことで、やっぱり最後にね60年組と最後の公式試合3試合伺ったんですけど、もうその3試合はもう文句なくね、みんなそれぞれに合格点を上げれるぐらい頑張ってくれたんですけどね、まあ最後に思ったのはやっぱりこの調子で今後も頑張ってくれっていう、あの今日はちょっとね昔のことをいろいろ ね振り返ってね見たいと思うんですが、まず入門当時、はい、これも僕は全然知らないんだけども、昔は全然髪も長くて、そうなんだ、ここまで長かったんだから雰囲気は全然違ったんだね。惚れてよって言ったら惚れてた、それはないんじゃないかと気がするあのプロテスト前、まあ、いろんなねもう合宿もあるだろうし練習もあるだろうし、あの時代ってのはどうだったんですかね。そうですね、やっぱりこう何もかもが
何もかもが吸収できたし、うん、どんなちっちゃなことでも自分で吸収しようとしてたから、うん、何をしてても楽しかったですよね。おさぶね、北村智子愛称とも、野球で鍛えたバネはさすが。ジャッキーのデビューの時に体つきがそっくり、抜群のスポーツセンスで将来期待の新人です。まあ、その夢の第一歩になったのが、デビュー戦ですね。もちろんね。そうですね。何年前？昭和55年。もうほとんど10年前ぐらいになる。そうです、ね、覚えてますか？覚えてます。あの時はね、うん、大宮スケートセンターで、まあ、とりあえず地元でね、あの、まあ、家族はもちろんなんですけど、同級生とかみんな見に来てくれて、あのその年に新人王に、ね、はい、なったわけですよ。あれはね、毎年年末にかけてやるんですよ、トーナメント制で、うん、で決勝戦で大森ゆかり選手と当たって、うん、ね、一応4の字のギブアップで取ったんですけど、でもね、まあゴングブの試合だったんじゃないですかね。大津つけがたかったんじゃないかな。それまでにほら公式戦何試合もしてるんだけど、大森とは一回も勝負が出てる。あ、そう。だから、あの、その時デビュー戦で一回私が勝ったでしょ、うん、で、その CWA のシングルで一回負けてるから、うん、で、未だに1-1で、あ、一勝1敗で、ね、で、この次は芸能界でね、勝負をつけなきゃいけない。なるほど。佐藤町の選手はね、もうたまらず先に行け先に行け先に行きと両選手に声を飛ばしております。あっと足を見ますか、足を見ます。これはまだ十分ではないんですけども、もうちょっとね、相当に効いてますかね。あの、いい参戦ですね、これはね。はい、はい、そうですよね。おまけギブアップはどうでしょうか。ジミー加山聞いています。新人の決勝戦、簡単にはギブアップはできません。大森ゆかり、さっと足を見ますが、あの場所いいですね。いいですね。あのちょっとね、中央です。あの、はい、右寄りですけどもね。ほとんど動いてませんもんね。ギブアップだ。これはギブアップでした。なるほど、右足が効いてたんですね。さっとかけた足4の字。思っても見なかった足4の字。さて、まあ、一時スランプということになったわけですが、ね、まあ、それを乗り越えて、そしてクラッシュギャルズ結成ということになるわけですよね。このクラッシュの原点ってどこにあったのかな。そうですね、やっぱりこう山崎先生との練習なんじゃないかなと思います。あ、それはどんな思い出があります、山崎先生とも ね、まず伊豆の稲取で全体で合宿行ったんですよ。でもその時はまあ空手の方とかね、私空手が始めてたんだって、うん、岩場で空手をやったりして、それで終わったんですけど、うん、その後に新島に合宿に行ったんですよ。JB とクラッシュと小倉中野かな。ああ、そうそうだね。地獄の合宿。受けた瞬間に、受けた瞬間にやらないと、相手が足折れちゃったらバランス崩れないだろ。
いざ終わってね、民宿の前でお疲れ様でしたってエンジン組んでやった時に、先生がね、お前ら辛かったけど頑張ったなって言ってくれた言葉ですっごいジーンときて、なんか文句言いながらもそれを先生のすごいラインをね乗り越えられたっていう部分ですごい自信にもつながったし、すごい嬉しくてジーンとなってたんですよ。なんか縦野が泣いたりとか。そうなんですよ、途中で縦野、縦野のりお選手がね、あるでしょ、また割りって、今もやってる、あれでね、泣いちゃったの。でも先生なんか嫌いだ嫌いだって言ってたのが、最後その演じの時にお疲れ様でしたって言った時に先生って言ってね、後ろから抱きついた時にね、なんかすごい、そやっぱり一生懸命やった、もう全身全霊傾けてやったから、その涙があって感動があるんだろうね。そういい加減にやってたら何もなかったと思うしね。つくつくつく、頑張れ、つく、強い、手を引っ張らな、つく、痛い、痛い、痛い、つく、よし、両手引っ張って、両手引っ張れ、はい、くっ、痛い、痛い、痛い、顎つけろ、顎つける、痛い、顎つけるんだ、顎、痛い、痛い、そう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 、はい、そう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 、これで合宿の全ての、練習は、だいぶ、すごいですね、だいぶね、自分のね、全部自分の身になってるもんだから、あんまり恨まないで、ください。皆さん、また機会があったら、また一緒にやりたいと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございました。お、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、待って。さて、10年間の試合の中で、どの試合が一番思い出に残ってますか？よくね、難しいだろうけど、いろんなね、取材とか、引退間近にいろんな取材とかしてくださって聞かれるんですけど、やっぱりこうどの試合も一生懸命やってきたから、なんかまるで自分の子供だからね、順番つけられないんですけど、試合一つ一つが子供だから順番はつけられない、だけどその中でもやっぱりどれか一つって言われたら、やっぱりダイナマイトギャルズ、ジャンボ堀選手と大森海選手とタッグマッチやったの、 CWA の世界タッグ戦なんじゃないかなと思います、ね、昭和59年9年8月の25日かな、はい、場所が後楽園ホール。さあ、2人攻撃なるか、ジャンボ堀が捕まった、2人で聖剣か、これは見事。さあ、もう1回カウンター攻撃なるか、またあーっとスラッと回し蹴り炸裂系があります。さあ、回し蹴りが出ました。クラッシュのファンはもうその声援興奮、頂点に立ちた強烈なキック攻撃、思わず喉を押さえました。さあ、これからどうするか、このままあーっと長い落ちるさ、このまま行くさ、強烈なパイドドライバーであります。シングルではどんな試合が思い出残ってますかね？そうですね、やっぱりね、日本武道館でね、3WA のシングルに初めて挑戦した時の、ジャガーさんの、ジャガーさんと指定対決、はい、僕テレビで見ました、あれは。ありがとうございます。いい試合だったですよね。そうですね、まあ前半、その前のセミのデビルさん対シグサの試合とはまた全然違ったタイプで、試合ができたんでね、結構ね、指定対決なんだけど、その試合同士が対決してるみたいな、あ、
なるほど、本人たちの意識の中にはデビル千草と、ね、デビルさんが育てるのが千草でしょ、うん、ジャガー育ったアスカとこの師弟コンビでどれだけいい試合ができるか。そうですね、うん、先輩たちの方がそういう意識があったみたいですよ。あーね、青コーナー挑戦者推定最大1分ペグリトグリパンのナイアヨシアスカ55年の9月にデビューしております。ジャガー横田、昭和36年7月25日、そして一方のジャガー横田もこういったアスカの気持ちを聞いて言葉を知って、ああこの選手はきっと大きくなる強くなるんだなと思ったそうであります。さあこれまたある意味では指定対決であります。ジャガー横田例によって速い動きを見せております。ロープを振って早く回しが飛びました。綺麗にカウンターになって入った。山崎さん、はい、今のキックは相当効いてますね。高さがありましたね、はい、高さがありました。あの重たいね、アスカがあんな高い距離というのは長生まれですね。そうですねいや実はですね、ライオネスアスカちょっとあのウエイトが重いというんでこの決戦を前に山崎照友さんのところで相当に減量の、まあ、目標としたトレーニングを積んでるわけでしょ。やっぱり成果出てますね。あそうですか、成果が出てますか。出てると思いますよ、はい、今のジャンプ、バンジャンプですね。そうですよね。あーっと、しかしジャガー横田も飛んでます。先ほど夏木豊さんからちょっと紹介がありました。あのリングのねその思い出もあるけども、はい、芸能活動もね随分やったね、クラシガルズで。そうですね、いろいろレコーディングもやったし、うん、ラジオもやったし、うん、まあ、フジテレビでね特番もやらせてもらったし、うん、ね、ロケもあったし、いろんなとこ連れてってもらったしね、うん、外国も行けたし、うん、もう言うことなしじゃないですか普通のね、やっぱり本当に芸能人になりたいって思ってるだけの人でも、うん、なかなかできないことをね、うん、経験させてもらったんで、すごい、まあ、今後行くにそういう世界に行くにあたってすごいプラスになりました。まあ、いっぱい友達もできたでしょう。そうですね、これからね、はい、アスカが、まあ、芸能界に船出していくわけですが、どんなことをやってみたいですか。そうですね、うん、あの、まあ、とりあえずレースを基本に、うん、いろいろスポーツレポーターとか、うん、まあ、物を書くこともやってみたいし、うん、まあ、とりあえずあの普通のね、あの、まあ、タレントさんは、タレントさんだけを若い時から言う人がいるから、うん、それで勝負しても仕方ないんで、まあ、違った路線でちょっと挑戦してみたいなと思います。やっぱり元スポーツ選手っていうのは胸を張って言えることだし、すごい財産だと思うから、うん、そういうことを基本にしてやっていきたいですね。まあ、これだけの厳しい世界でやってきたんだっていうね、はい、自信でね、これからもぜひ頑張ってもらいたいと思いますが、はい、頑張ります。あのやっぱり我々一番心配してるのは残された後輩たちですよ。そうです ね、あのやっぱり後輩たちに一言アスカからメッセージをね、はい、もらわないといけないでしょう。そうですね、やっぱりこう、うん、みんなを残してね、あのやっぱり去っていくのはすごく心残りの部分もすごくあるんだけど、でもやっぱりみんなでこれからやっていけると思うし、またやっていかなくちゃいけないと思うし、みんなならできると思うし、自分たちも先輩が辞めていった後に、まあ、苦しくて寂しかったけどここまでやってきたんだから、もうみんなも自分たちにもできるんだっていうそういう自信を持ってね、ぜひともやっていってもらいたいなと思います。ね、後輩のみんなね、ちゃんとそれを聞いてね、うん、でも最近変わってきたよね。そうですね、すっごい、うん、あのみんな一生懸命頑張ってるから、うん、絶対できると思う、はい、信じてます。さあそして最後にこれまで応援してくれたファンの皆さんに、はい、一言お別れのメッセージをお願いします。本当にあの10年間、こんな私を応援してくださいまして本当に皆さんどうもありがとうございました。まあ、レスラーとしては、もう終わってしまうんですが、ライオネス飛鳥として今度はですね、本当に新しい第一歩を、歩みたいと思っています。やっぱり今まで支えてきてくれたファンの皆さんの、温かい支援を、これからもやっぱり私は欲しいと思っています。今後の私を、どうか見つめていて欲しいと思います。
ライオネス飛鳥選手、最後の試合の相手を務めてくれますのが舘野典男選手であります。いつものように軽快な足取りで入場してまいりまして、青コーナーであります。さあそしていよいよ赤コーナーにライオネス飛鳥選手を迎えます。ファンの絶叫が耳をつぎ抱くばかりであります。唇を噛みしめるようにいたしまして、今青コーナーに登場いたしました。ライオネス飛鳥引退試合5分間エキシビションマッチを行います。早くも飛鳥からあのブルーのテープが数限りなく場内に投げ込まれております。さあ飛鳥の紹介です。ファンの気持ちがこの何百本というテープに込められております。そして青いテープの中、今相手を務めてくれます舘野典男選手が紹介されましたが、放送席からですらリング上が見えません。さあ今本当にもう何百本あるいは何千本というテープであります。今リング上整備が終わりまして、まもなく最後の引退試合5分間のエキビションマッチが始まろうとしております。飛鳥が果たしてどういった気持ちでこの最後の5分間舘野典男と戦いますか。たったった試合が始まりました。今日は三宅君、本部席の横には、はいはい、長代千草さんをはじめとしてですね、同期生の皆さんがずらっと勢ぞろいしてますでしょ。そうなんですよ。あーっと今あのライオネス飛鳥と言いましたですね、いやいや舘野典男選手、その本部席の目の前に、そうなんですよ、ちょっとねあーっと今来ました。思い切って放送席に立ちつけました。飛鳥コールが巻き起こってますが、宮君それではちょっとこちらからね、皆さんに一言ずつ、お願いします。送る言葉をもらいたいと思います、はい、まずやっぱり長代千草さん、あなたから行きましょう。はい、明日に送る言葉をお願いします。いやもうありがとうしか言えないですね。もうこいつとはねもう本当に最高のね青春を送ったと思うし、ほら私が辞めてからもこうやってね一生懸命頑張ってくれたわけでしょ。頭上がんないですね。とにかく2人また生まれ変わって巡り合えてプロレスやれたらいい勝負やりたいなと思います、ね。そしてその隣には山崎一樹さんがいます。山崎さんどうですか、飛鳥の最後の引退試合をこのそばで見ているわけですよね。なんかでもね本当もったいないですね。私が言うのも変ですけど、でもねずっとこのままっていうのもやっぱり息の長いもんであればそれに越したことはないけど、でもまた何か第二の、ね、人生に絶対また何かやってくれると思うから期待してます、うん、そうですか、はい。そしてその隣同期の、大森ゆかりさん、すっかり痩せましたけれどもね、送る言葉をお願いします。送る言葉、55年組で一番もう最初から入ってて最後までなんですよね、本当、うん、10年間もうお疲れ様でしたっていう気持ちと、もうやっぱり辞めてからね、もう人生の方がやっぱり長いんですし、頑張ってほしいなと思います、はい。そしてこちらも同期ですね本庄ゆかりさん、ゆうさん一言お願いします。なんか同期がねこれで本当に最後の最後の一人がこれでね今日引退しちゃうっていうことはすごい寂しいことだと思うし、また一つの時代が終わっちゃったんだなって思います。本当に、お疲れ様でしたって言いたいですね、はい。そしてその隣にはですね、飛鳥選手のお母さんがじっとリング上を見つめていらっしゃいます。どうもお母さん、最後の風になっちゃいましたですね。どうもありがとうございました。どんなお気持ちですか。そうですね、ただあのファンの方とスタッフの方にね本当にありがとうございましたって、それだけです。どうもありがとうございます。でも飛鳥選手も10年間よく頑張りましたよね。そうですね、あの時々連れて帰ろうかなと思ったこともありましたけれども、10年続けてくれたことでね一つのなんか自分でけじめがついてきたんじゃないかなってそう思います。そうですか、うん、なんというふうに声かけられますか。そうですね、ご苦労様。
そしてこちらお姉さんです。お姉さんも一言アスカに声をかけてあげてください。長いようで短かった10年ですけれども、本当に一生懸命やってご苦労様って。今日は最後じっくり見てあげてください。塩野さん、ご覧の方々が今アスカの最後をずっと見つめています。そうですね。そして放送席では、まあ、あの長弟子と言ってもいい、ライオネスアスカ最後の試合をジャガー横田がこれまた感無量の面持ちで見つめております。ファンの声援が本当に大きくなりました。さあ、ライオネスアスカトップロープに上がりました。そして一気に飛んだ強烈なドロップキックであります。アスカのパワーは健在であります。最後の試合までアスカのパワー闘争心は健在であります。ああ、そしてライオネスアスカのジャイアンツ戦が出ました。ラスト20秒、ね、ファンが声を揃えてくれました。そして上になってカウントが入ります。ラスト10秒、時がこのまま止まればいい。ファンの声援が悲鳴に変わります。ラスト5秒、時間がなくなります。そして今ゴングが鳴りました。しかしジャガーライオネスアスカは本当にあの平然と言いますかね、平常心で最後の試合を戦い終えたような感じですね。そうですね、様子が変わらなかったですね。立派なあの引退試合じゃありませんか。そうですね、堂々とやってくれましたね。堂々、あ、本当にそうですね。はい、どうもありがとうございました。今立野のりお選手がマイクを取ってどうもありがとうございました。1年先輩の大先輩に対しまして立野のりお選手とても残念です。マイクを取ってね、こう思うのは私一人ではないと思います。ジャガー横田さんだと思います。皆さん、ジャガーさん、アスカと試合やってくれますか。あ、今あのジャガーに立野のりお選手から試合をやってくれというリクエストがありました。ジャガーの目がみるみる赤くなりました。特別にジャガー横田と試合を行います。戦ってあげなさい、ね、で用意してあげなさい、はい、ジャガーが用意します。ジャガーが用意します。いや、安倍さん、やはりあのライオネスアスカの胸の中には最後の引退試合をジャガーとやりたい、そういう気持ちがあったんでしょうね。そうですね、はい。そして今ジャガー横田が花道を通ってリングに姿を現します。おお、ジャガー横田がね、今リングに登場、右手を伸ばして最後の挑戦相手見事に受けてくれました。5分間のエキビション、後輩たちがちょっと心配そうですけども、私も久しぶりにジャガー横田を見ます。さあ、先輩の熱い友情にライオネスアスカ、ここは大いに燃えてもらいたい5分間であります。さあ、試合が始まりました。どちらに行った、ジャガー横田、ジャガー横田が今ロープに行った。そしてもう一発か、おっと後ろに行った。これがジャガー横田であります。動けます、ジャガー素晴らしい動きを披露しております。さあ、このジャガーに思い切ってぶつかっていってもらいたいライオネスアスカ、夢の試合が、夢の試合が今実現いたしました。いやー、大したもんですね、ジャガーの動き。まだ戦えます、ジャガー。後輩たち、しっかり見てもらいたい。これがジャガー横田、そしてこれがライオネスアスカ。ジャガーはおそらく今記録だけで戦っていると思います。しかし見事な動きを披露しております。塩野さん、はい、本部席でね、やっぱり千草がいろんな思いを込めてね、このリビジョン見てると思うんですよ。そうでしょうね。ちょっと話聞いてみたいと思います。はいはい。まさかこんな戦いが実現するとは思わなかった。やっぱりレスラーっていうのは何年経ってもレスラーなんですよね。
本当にうまいプロレスを見せてもらって、なんか自分たち今4人同期と後輩がいるんですけど、圧倒されてるんですよ、すごく。ああ、ああいう技もあった、こういう技もあった、こういう形で入るんだったって、自分たちが再度勉強させてもらってるような。だからやっぱり先輩にも私たちは最後まで頭上がらないですね。最高です、芸術品ですよ、レスリングの。そういう声が出てね、はい。ジャガー横田が本当に後輩ダイオネス飛鳥の気持ちに応えて、熱いリクエストに応えまして、本当にもうこれハプニングですね。そうですね、さっと気持ちよく今控え室に戻って、そしてこの水着を着て上がってくれました。まあ、あのコーチで若い選手たちとね、リングに上がって試合をやっているとはいえ、マリジャガー横田の格闘技者としての闘争心というんでしょうか、大したもんですね。技のキレもね、こんなに錆びついてませんね、本当に。それから目の輝き、格闘技っていうのはやはり、あのジャガーがいつも言ってますけども、気持ちなんだと、戦う気持ちなんだということを今ダイオネス飛鳥と最後の試合をやりながらファンに、そして後輩たちに見せつけてくれております。さあ3分が経過いたしました、あと2分になりました。ライオネス飛鳥にとっては本当に嬉しい最後の大先輩、敬愛してやまない大先輩、ジャガー横田の最後のエキシビションということになります。まだああいったあのブリッジだってね、ちゃんとやってますもんね。まあ叶わないこととか100も承知なんですけども、これがまたダイオネス飛鳥の再起戦とか、あるいはジャガー横田のカムバック戦とか、そういった感じで見てみたいというような気もいたします。ヒップアタックが出ました。今長谷川博美がやっておりますヒップアタック、そしてバックドロップを出してくれました。こういった大先輩の最後の花向けをどういった気持ちで受けているでしょうか。ダイオネス飛鳥今度はしっかりと抱き込みました。さあダイオネス飛鳥が返す番であります。今トップロープに見せました。どうするか、おっと、あーっと、ジャガー横田、そして強烈なランドオプターの今ドロップキックを見せました。もうおそらくね、辛いに違いありません、ジャガー横田であります。しかしまたコーナーに通ったのはライオネス飛鳥。ラスト30秒。さあ今度はライオネス飛鳥がどうか、エプロンに出ます。そしてジャガーが行く、ジャガーはいつも先手先手を取っております。ここで行くのか、おっと、なだれ式のなんとブレンバスターを出そうというか、逆に返しました。ライオネス飛鳥逆に返しました。さあもう30秒を切りました。そしてお返しのジャイアンツスイングであります。ファンが声を揃えます。最後の10回ジャイアンツスイング終了であります。しかしあの10回のジャイアンツスイングをきれいに受けてくれましたジャガー横田。実戦から遠ざかっているコーチの身としては本当に苦しかったに違いありません。よく受けてくれましたジャガー横田。現役を離れてまさに3年半でした。改めて今ガンを振ってますけどもね、
ライオネス飛鳥、本名北村智子、昭和38年7月28日東京都杉並区に生まれる。昭和54年女子プロレス入門、55年5月プロデビューし、その年の新人王に輝く。その後も全日本ジュニア、全日本シングルを獲得。新時代のスターへの道を歩み始めました。そして昭和58年1月全日本王座をかけた長与千種との戦いで、今までの女子プロレスの殻を打ち破る過激なファイトを展開。お互いの革命魂に共鳴した2人はクラッシュギャラズを結成。3度目の挑戦で悲願の 3AA タッグ王座を奪取。同時に炎のバイブルで歌手デビューを果たし、空前のクラッシュ旋風を巻き起こしました。偉大な先輩、そして多くのライバルたちと繰り広げた数々の名勝負が今よみがえってきます。千種、ダンプと三つどもえの末に初優勝を勝ち取った昭和60年のジャパングランプリ決勝戦、師匠ジャガー横田の 3AA 王座に挑戦し、夢破れた真夏の武道館決戦、永遠のパートナー長与千種との6度にわたる白熱のクラッシュ対決、その最後の激闘に勝利を収め、ついに 3AA シングル王座を獲得。念願の赤いベルトを手にするまでの長い道のりには、熱い感動と興奮の瞬間が数多く思い起こされます。爆発する大技に心を奪われ、勝利の雄たけびに涙したあの日あの時の思い出、私たちの心の中にはいつもあなたがいました。そしてどれだけ励まされ勇気づけられたことでしょう。女子プロレスファンの心にいつまでも輝き続けるライオネス飛鳥選手、長い間本当にお疲れ様でした。ありがとう飛鳥、さようならライオネス飛鳥。それではここでライオネス飛鳥選手引退への花向けの言葉が公開を代表いたしまして、西脇光子選手からあります。トモさん、10年間お疲れ様でした。トモさんにはいろいろお世話に、本当にいろいろお世話になりました。2年前、明日にでも女子プロレスをやめようと思っていた私に、夢を捨てるなよ、頑張れよ、励まし続けてくださったこと、いろいろ助けてくださったこと、忘れることはできません。ただトモさんと対等に戦えること、対等に戦えるだけの力がなかった自分にとても腹が立ちます。悔しい思いをしています。私はこれから先もトモさんの弟子です。そしてトモさんは私の師匠です。いつまでも私たち後輩を見守り続けてください。お疲れ様でした。どうか一つ西脇選手もライオネス飛鳥選手に負けないような立派な選手になってください。それではライオネス飛鳥選手からお別れの挨拶です。今この瞬間がレスラーライオネス飛鳥としての最後の瞬間です。このリングの中でたくさん悩み、たくさん涙を流して、たくさんの夢を見ました。
今こんなにもこのリングがプロレスが大好きだったことを思い知らされています。10年間女子プロレスをやってきて、たくさんの先輩たち、たくさんの仲間たち、そしてファンのみんなに出会えたことを本当に幸せに思っています。これからまた新しい夢を探しに第一歩を踏み出していこうとしています。どうかこの私をこれから先もずっと見守っていてください。どうもありがとうございました。それではファンの皆さんと一緒に一つライオネス飛鳥選手を20カウントで送ることにしましょう。飛鳥、本当に10年間素晴らしいレスリングを見せてくれてありがとう。ご苦労様でした。